アップル信者をぶっ壊す。こんにちは、トクです。本日の動画はすごくシンプルな、ちょっと CPU を乾燥しちゃおうという動画になります。今回 CPU 乾燥するのはインテルコア i プロセッサーシリーズの第3世代 IB ブリッジの CPU を交換します。まず交換元になりますのはこちら左側の、Core i3-3220 プロセッサーですね。2物理コアの、4スレッドですね。最大周波数が 3.3GHz の商品です。で、今回この CPU に交換しようと考えていますのがこちらの、i5-3470、4コア、これは物理コアが4コア、クワッドコアになりますね。クワッドコアの、4スレッドで、周波数が 3.6GHz、 こちらの方に換装しようと思います。でこの CPU は、オンラインでジャンパラさんの方で3480円プラス送料で4236円で購入することができました。まあもちろん送料とかの兼ね合いもあるんですけども、この左側の i3-3220 が、ジャンパラさんの方で中古で2480円で販売されているので、まあ1000円ちょっとでこう物理コアが手に入るといえばちょっと得な感じがしますよね。なんで今更こんなわざわざ古い世代のものを乾燥するんだと思うかもしれないですけども、ちょっと片付けしてる間にはるか昔に作ったこのスリム型 PC が出てきたんですね。こんなベイもすごいベロンってなっちゃってますけども、一応これがちょっと出てきたんでちょっと面白いかなと思ってやってみようと思います。中を開けてみるとなぜか 8GB のメモリが一本差しになっておりました。なんでこんな風になってるのかははっきり言って分かりません。でも今回はメモリ相性とか出るとちょっとめんどくさいんで、このまま 8GB 1本で続行したいと思います。中に入っていたグラフィックカード、懐かしの GT440 ですね。 MSI の、ツインフローザーです。残念ながら性能の方は当時の、内蔵グラフィックスのちょっと上というところです。今回はベンチマークソフトを走らせようと思いますので、このグラフィックカードを RX470 に交換したいと思います。で、こちらがロープロファイル、スリムパソコン用の小さいサイズのものなので、大きいグラボは入りませんので、残念ながら、一回わざわざマザーボードを出さないといけません。ちなみに最近暑くなってきてですね、この間キッチンにちょっと G が出たんですよ。で僕 G 嫌いなんで、ゴジジェットじゃないわ。バルサン。バルサンをちょっと炊こうと考えてるんですよ、前室。でもあれ、バルサンってこれ、マザーとか、グラボとか、ね、かかっても影響ないんですかね。やっぱり一回閉まった方がいいんですかね。ちょっとめんどくさいですよね。どうしようかなとちょっと考え中です。入っていたマザーボードが B75 チップセット。こちらは当時の、同じ世代の中でも低価格モデルとして販売されていたものですね。古いタイプの、PCI スロットがサポートされていたので、当時は、重宝される方がたくさんいました。こんなマザーを自作用には購入しないと思いますので、確かこれはマウスコンピューターがどっかの BTO に入っていたマザー、それを流用してそのままスリムのケースに入れて長期化保管したっていう感じですかね。CPU の裏側ちょっと見えます？このうっすらとなんかグリスのようなものが見えるんですよ。いや、それでは緊張の瞬間です。慎重に CPU をソケットに載せましょう。でグリスはいつものようにこんな感じでビャッと適当な感じでやっております。性能の高いグラフィックカードに変えてしまったので、もちろん電源をアップグレードしないといけませんよね。そこら辺に転がっていた 650W の電源と交換します。十分だと思います。今回は CPU を入れ替えるという動画なので、もともと入っていたハードディスクをそのままに再インストールをします。ちょっとめんどくさいですけどね。
また時間があればベンチ台でも買って SSD も購入してテスト用のマシンにしようかなと思ってます。ちなみに初めにこういう感じに補助電源を挿しておいた方がグラブを挿した後にですね、線を挿すよりもあまり力を加えなくていいのでマザーに優しいかなと思います。はい、配線が完了いたしました。すごく適当に見えるかもしれませんが、このまま続けさせていただきます。 Windows をインストールしました。ハードディスクなのでやっぱり遅い。きちんと i5 新しい CPU が認識されていることを確認いたしました。そしてここで皆さんが大好きなシネベンチを回しましょう。シネベンチは物理コアもハイパースレッディングも全部ですね、もうフルでビャッとパーフェクトな感じで走らすやつなんで、基本的にコア数が多いやつがもうめっちゃ速い、そういうベンチマークになります。シネベンチがとても速い PC はおそらくですね、例えばビデオの編集した後の書き出しのエンコーディングですね、エンコーディングとかも速くなると思います。なのでビデオ編集とかのエンコードの速度を上げたい方はなるべくいい CPU を買いましょう。でもいい CPU を買うよりもまずエンコーディング中には他の作業をすると、まあいう効率の良さを求める方が重要だと思います。まあいくらエンコードが速くなっても、そもそもエンコードしている PC を机の前でずっと眺めてる人ってあんまいないと思いますからね。では続いて FF15 のベンチマークです。皆さんはアーデの DLC はやりましたか？僕はもうアーデンどころか、イグニスとか3人の DLC を購入したまま全く手をつけてないっていう、ちょっと残念な感じですね。まあ、個人的には、あれはあれで結構面白いゲームだったとは思うんですけどね、評価めちゃ低かったですけどね、なんかまあもうちょっと評価が高かったらちゃんと作り込んでね、もっと素晴らしいゲームになったのかなと思います。ちょっと残念でしたね。そして来年はいよいよ FF7 のリメイクが出るということで、すごいですね。まあもう絶対売れるんでしょうね。この間もなんかプロモーションのムービーでね、もうティファが出てきただけでもう外人がうわーってなってましたからね、すごいすごい大人気ですよね。で今回もなんか3部作で出るみたいな感じですよね。まあどうですかね、やっぱり当時はねゴールドソーサーのなんかスノボとかねめっちゃやってましたよね懐かしい。まあ、ゴールドソーサーとかあの辺りをもうめっちゃ作り込むっていうのがね、すごい、なんか重要になってくるんじゃないですかね。また、ドン・コルネオとか出るんですかね。すごい楽しみですね。それでは最後に 3D マーク、こちらのベンチマークを走らせて今日は終わりにしたいと思います。これからもこういう感じでちょっと PC の自作が楽しくなるような動画を作っていきたいなと思っております。またこれからもちょくちょく動画をアップしていきますので、もしよければご覧いただければと思っております。今日はありがとうございました。さようなら。
ー。